連合軍陣営は神谷たちを救い出し喜びに沸いていた。だが縮小の雰囲気を一変させる急報が入る。アースガルズの神オーディンの配下ロキが攻めてきたという。アテナ、アレス、ゼウス、オーディン、そしてロキ、次々と現れる神に戸惑いながらも連合軍は出撃。ロキに狙われている用地の守りを固める。防衛軍には真田幸村の姿もあった。ダッキと手を組むロキを倒せばペルセウスを救えるかもしれない。幸村は静かに闘志を燃やし戦に挑む。ロキたちの勢いは凄まじいな。こちらが防衛体制を整える間もなく行為を狭められてしまった。敵には英雄たちもついているようだ。一体何の理由があって？ダッキが口走っていたオロチの名も気になります。神々はあの魔王をどうするつもりなのでしょう。気になることは多いですが、今はこの地を守ることに集中しましょう。はい、ペルセウス殿にも会えるといいな。完全に包囲されたか。だがこの地を奪われるわけにはいかない。はい、絶対に渡しません。力を合わせて押し返しましょう。敵は大軍、総大将を撃つしか道はない。一体何者なのだ。腕輪の力を引き出せば雪村殿と銀兵、彼ら二人を失うわけにはいかん。そして総大将である劉備殿も私たちにとって欠かせぬ存在です。心得ました。御前、意と愛の力でお三方を守り抜いてみせます。ここまでやってくれるとは。心にくい奴め、お前の気概に私も応えよう。賊ども行け、出てきた奴らを蹴散らしてみせろ。わずかな金で言うことは聞く。賊とは便利なものだ。敵が多い上に賊の相手など愛の力を試されているようですね。奴らはあの地を拠り所としており、その望みを断ち切ってやればよかろう。すでに忍びを潜入させてやる。あとはうちより撹乱するな。内部に敵の手の者が。いかん、直ちに排除するのだ。お前の悪どい手を使う。おかげで攻めやすくなる。例の策は相当なものだ。自軍の消耗をなくして敵を削ったのだ。おやおや、武士たちがしのぎを削っておりますね。ですが、この陳高台の出番にはまだ早い様子。緑殿、時が満ちるまでしばし、しばしご辛抱。緑殿。俺は誰の指図も受けん。倒したように倒し、叩き潰す。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。なんて激しい攻撃。もっと力があれば押し返せるのに。金平殿、反撃の日は必ず訪れる。そう信じて、今は耐えましょう。俺の道を塞ぐな。門を開けろ。なんと、呂布殿のおかげで綿密な計画が台無しに。しかしこの陳高台、転んでもただでは起きませんぞ。
ヨフ殿が抜けてきた道、あそこからシングルできるかもしれない。もしやと思ったが、ペルセウス殿の姿はないな。ご無事であればいいな。無事に決まってます。ペルセウス殿はいつ帰ってきてもいいように敵を追い払いましょう。銀兵殿、あなたの言う通りだ。命に代えてもこの地を守り抜いてみせん。この俺に策などいらん。最強の具で打ちのめしてやる。気にはさせん。なんという闘志、真田の戦ここに示さん。私だって負けません。この地をみんなを守らなきゃ。頼りにしている。よし、分かった。心にくいやつめ、お前の気概に私も応えよう。ふん、骨はあるよ。少しは楽しめた。敵将、追い返せてよかった。敵の勢いも弱まったみたい。銀兵殿、今こそ好機です。いざ、ヨフ殿の来た道をたどり敵陣へ切り込まん。おや、お出ましか。ここは私が相手をし。これほどの敵が一瞬で罠だったか。でも、あの敵、普通の人じゃないよな。狐を乗せた人を倒せば消えるかも。頼んだぞ、雪村殿、銀。この地は必ず守り抜こう。彼らならきっと道を切り開いてくれるでしょう。雪村たちであれば問題ありますまい。我らは守備に専念しましょう。アヤは見ています。あなたの厳しき部分、愛がこもっていることを。あなたが我が族の大将か。敵将、容赦はやらない。私の術をこうもたやすく破るとは。ここはひとまず引いておこう。門が開いた。敵総大将を狙うは今。はい、どんな筋肉の人が出てきても力いっぱい頑張ります。ここまでやってくれるとは。心にくいやつめ、お前の気概に私も応えよう。ペルセウス殿、君たちにはそう名乗っていた。ペルセウスはもうどこにもいない。私の名はロキ。君たちが力を借りているのはテュールとフレイヤ、私の仲間だ。え、そんな。おかげで我が主オーディンを招くことができた。私たちを利用していたんですか。役に立ってくれて心から感謝しているよ。ペルセウス殿が敵だったなんて、私たちずっと心配していたのに。ああ、君たちの元から疑われずに去るため、ダッキと一芝居打った。そちらにいた目的は腕輪を探させ使わせる。全ての腕輪を見つけた時点で用は済んだからね。用はただの挨拶だ。この辺にしておこう。次には容赦はしない。お見せしよう。お見せしよう。そんな。好きにはさせん。気を確かに。今は敵に囲まれている。この七を抜ければ。これで総大将を撃つ策にならぬ。しかも敵の方には一層強まってしまう。アヤは見ています。あ
あなたの厳しき分に愛のこもっていることを。残念ながらあなた方はすでに我が術中新高台の名を知らしめるため撃たれてもらいますぞ。工場はいい貴様らに会って鬼神の娘が務めよう。あなたを倒し皆でこの地を脱してみせる。いや、もはやこの地を捨て逃げるしか。その態度すら我々には残されていない。うろたえもの、門前の敵を撃てば結露は開けましょう。門は開いたようです。先を急ぎましょう。逃げる火種は完全にもみ消さない。率いている者を倒せば皆散るかもしれません。書こうよ。出会ったことを後悔するとよ。天に立てつき世を乱す火種消そう。わあ、真の三国武装みたいですね。逃さない。まさにそう。失礼しました。あとは私。勝ちにこだわる必要はない。成功だが勝てるか。忍びも族も戦意を失ったようだ。あ、門が開いた。これで残っていたみんなも撤退できますね。おお、道が開けたか。雪村殿の続き、この地を脱するぞ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。打ち取った。ようやく来たか。この正式を任せるなんていい度胸だ。伏兵か。真田の槍で貫くまで。私だってもう伏兵くらいで驚きません。見え、この私こそ英才の誉れ高き正式だ。その記憶に刻みつけておく。私の経歴に傷をつけた。次は許さん。どうにか突破できたか。はい、ちょっと体が痛いですけど。いかな窮地にも揺らない心、見事です。どけた。私が負けただと。さすがです。あなたならばと思っておりました。敵将、そこを動くなよ。では私、どけ。見事に負けちまうとはな。
私に。あら、ここまで逃げてくるなんてやるじゃない。ご褒美にいたぶってあげちゃう。好きにはさせん。一体何を企んでいるんだ。オロチはこの世界にいるのか。教えてあげない。でも、きっともうすぐ合わせてあげられるわ。人世界の荒いことだ。呼ばれた以上相手はする。ここで強敵とは。またあの人、変な術を使われたらどうしよう。ギーテ、雪村殿、頼む、皆のために力を振り絞ってくれ。うろたえてはなりません。義と愛の力を信じるのです。お前たちならできる。私はそう信じているぞ。回路は確保できました。急ぎましょう。あと少しです。みんなで頑張りましょう。ここまでやってくれるとは。心憎い奴め。お前の気概に私も応えよう。どうにか脱することができたか。我らの血は敵の手に渡ってしまったが、私たちの居場所は他にもあります。仲間のみんなが無事ならそれで。仲間か、ペルセウスと。用地は奪われたが皆が無事でよかった。しかし、信じられません。ペルセウス殿、いえ、ロキ殿が私たちを騙して、しかもアースガルツの腕輪を使わせていたなんて。私たちはオーディン降臨という目的を果たすための駒だったのですね。ええ、彼は腕輪を世にばらまいて奪い合わせ、ゼウスに対する危機感を煽り戦いを激化させた。戦いの中で強い決意を持たねば腕輪は反応しませんからね。一体どこまでが本当でどこまでが嘘だったのだ。それはわからない。だがオリュンポスとアースガルズ双方が敵である状況に変わりはないだろう。情報の真偽はともかく、アレスもロキも私たちと話し合う気などない。服従しなければ消される。それだけだ。確かにその通りですね。今は双方への守りを固めつつ、ゼウス降臨を目指して戦い続けるしかありません。ペルセウス殿、いえ、ロキ殿、またすぐに戦わねばならないのでしょうか。成功したか。うまくいったか。我、嬉しい。連合軍はロキの激しい追撃をかわし無事に退却する。だが彼らの表情は固いままだった。新たな敵ロキの正体はかつての友ペルセウス。その衝撃が連合軍内に駆け巡っていたのである。彼と親しくしていた真田幸村や菅銀平の悲しみは
計り知れない。意気消沈する連合軍に追い打ちをかけるようにアレスにつく石田三成が攻めてくる。島左近はとある予測を胸にこれを迎え撃つのだった。この間の殿の顔、そしてこの奇妙な行軍、俺の予想が正しければきっとこの戦で得るものは大きいでしょう。敵をよく知るあなたが言うならお任せします。お手並み拝見といきましょうか。あの諸葛孔明に試されるとは恐ろしいねさて準備は万全、殿を迎え撃つとしましょうか。進行し敵を叩く。我らは南を攻めるぞ。北の敵は任せときな。槍の股だ。男を挙げてやるぜ。おや、都心屋さん、まっすぐ突っ込んできました。ここは孤立させちまいましょう。俺がおとりになって都心屋さんを引きつけます。宗神さんは背後に回って後方の敵を撃ってください。承知した。宗神殿、ここは力を合わせるぞ。うん、聞こうとならばいかな難敵をもしのぎよう。年上殿、さすがに出過ぎでは。口挟むんじゃねえ清正、ここは勢いが勝負だ。年上さん、あれじゃ狙ってくれと言わんばかりだ。俺の殿の指示だ。孔明様、敵は二手に分かれて攻めてきています。こちらの混乱を誘っているのでしょうか。それにしては少々高いです。彼らの狙いが何なのか慎重に見極めねばなりません。ここより先へは通さぬ。信じる者のためにやるように。それがお前の本来の生き様なのか。ジョー、三成とも。おい三成、どういうことだ。秀夫様の命もないのになぜ戦を仕掛ける。お前たちに説明していては日が暮れる。秀吉様のためだと思って黙って戦うの。なんだこの頭でっかて、バカにしてんのか。後で怒られたら全部てめえのせいだな。貴公の戦はまさに攻守一体、実に見事。確実に参ろう。バカな、遅れを取るだと。考えている。清正たちにも真実を告げぬと。お前の厄介な勝負だ。あいつらがどう思うと知らん。そんなことだ、策を台無しにはできんのだ。さすがですね、ご立派なお姿感服しました。我が知略に挑もうとは無謀だな。俺だってやるぞ。ここは引くしかあるまい。さあ今です、門を閉めてください。
なんねえ。おや、いいんですか。これじゃ遠慮なく押しつぶさせてもらいますよ。欲しいよ。だから言ったんだ。ミスない、さっさと救援するぞ。行くな、ここで動いては敵の思うツボだ。またてめえ何言ってるか分かってんのかよ。いや、槍の又田さんを見捨てんのか。総大将は黙って従うんだ。さあ、どっからでもかかってきやがれ。ここ見せてやろう。まさかおじきが来るなんてな。俺なりの仁義通したんだ。言い訳はしねえぜ。欲しい、なくして戦え。欲しいさんの救助にも動かない。つまり何か別の狙いがあるぜ。と三成殿は以前より納得に管理を制した。この執行も本意ではないのかもしれません。そこまでか。俺の負けだ。見るなり焼くなり好きにしろ。左近殿、敵を孤立させ封じ込める策、お見事です。これで二面作戦を防ぐことができました。敵も迂闊には動けないでしょう。こうもはまるとさすがに拍子抜けですもんね。なんだ、嘘だろ。まだ田さんが下るとかガチでありえねえ。欲しいと、レオス様を裏切るのですか。すまねえな、これが俺の神秘の通し方だ。秀吉も分かってくれるぞ。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。いいやつよ。悔しそうですね。ドラ戦車のことも考えているのですか。はい、孔明様には全てお見通しですね。あれがあれば敵を一網打尽にできたでしょうね。欲しい江戸は下ったか。これでは敵に包囲される。全軍撤退せよ。三成、先に行け。俺がしんがりを務める。義経、頼む。清正、正成、行くぞ。待て三成、普通やべえだろ。敵こんなにいいんだぞ。置き去りにすんのかよ。仕事もない。俺たちが無事引くためのしんがりだ。そんなこともわからんのか。だったらお前一人で引け。正成、来い。趙雲を倒せば敵大将はすぐそこだ。俺か。敵が突入してきました。趙雲殿と共に迎撃を頼みます。バカ、やはりこうなったか。安心しろ。一方が敗れれば一方が包囲される二方面作戦。そうなることは見えたはずなんだ。ええ、撤退する口実を作るため無事のように見えます。そしてその通りになる。見事な働きだな。貴公と共に戦わば公私いずれも従前よ。男子三日合わざれば刮目してみよでしたっけ。俺の場合三月だってもさして変わりませんがね。おおすべん。何を言う。左近殿の軍略こそ日々の研鑽の賜物。その采配に期待させてもらおう。悪いが手を借りるぞ。そこまでだ。好き勝手させるかよ。こっちで気合い入れてくれ。
止める、そういう流れだ。なるほど、本気の勝負を。ではその流れとやらに乗るとしましょう。それはこれにて。ざっと進みたい。俺か。バカにするな。よっこらしょ。いざ。でしょうね。最初からあなた方が描いた通りの流れってやつだ。秀吉殿ではなく、これは三成殿の策ですね。詳しい話は後ほどじっくり伺いましょう。お見通しということか。三成、これでいいんだ。あなた方は殿に頼まれてわざと降伏した。神々に疑われず俺たちに伝言を託すために。そうでしょう。ああ、左近なら見抜いて乗ってくれると思った。三成の言う通りになったな。俺もあんな奴らの言いなりになるのはもううんざりでよ。だから三成の策に乗らせてもらった。秀吉様はアレスと約定を交わして手を組んだ。オリュンポスがこの世界を得た暁にはゼウスが神々の王として、そして秀吉様が人の王として世を滑ると。だが俺たちは奴らがなんでこの世界を得ようと思ったのかも知らねえ。そればかりか、軍内にいる腕持ちの宗妃は腹に一物ある様子で秀吉に従いもしねえんだ。こんな状況でアレスの言葉なんか信じられっかよ。しかし神々の力は強い。無計画に逆らって秀吉殿を危険にさらすわけにはいかない。だから俺たちに助けを求めたってわけですか。話が早くて助かる。三成からの書状だ。読んだらあとは好きにするという。おお、やったぞ。勝利に一歩近づいたか。
戦場を混沌で染め上げてやろう。